シオンそっくりの人か。もしかしてあれってシオンと最初に接触したフォトナーなんでしょうか。記録がまるきり残ってないから断言はできないけど、状況的にはそうだと思うよ。クラリッサって名前もね。二代目ちゃんはクラリッサの声って聞いたことある？ぼんやりとだけど、でもあれシオンさんの声だった。そっか、私の時もすでにシオンの声、クラリッサって名を冠してはいたけど、シオン以外の気配は感じなかったかな。でもあれは伯爵クラリッサは他の創世記とは明らかに違ってた。その辺の記録ってシオンの手でまるっと消されてるよ。追いかけようがないというより追う必要がないという意思表示かも。話を戻そうか。いろいろと落ち着いてきたオメガで次の一手を打たなければならない。残る国はあと2つ、イッスアルスとエピックだったかな。ベルンに比べれば話が通じそうですし、戦争とかじゃなく対話でなんとかなればいいんですけど。まあそこはハリエットの手腕次第だね。大きな動きがあるまではガーディアン様はしばしお休みってところかな。大変だ相棒、行方がさらわれちまった。さらわれたとは穏やかじゃないね。アフィン、何があったんだい？俺にも訳がわからないんだよ。話してたら突然足元に変な文様が出て、そのままふっと。アウロラのやつもいなくなっちまうし、一体どこに行っちまったんだ。わかった、こっちでも探してみる。アフィン、君もシップ内をくまなく探してみて、何かあったら僕に連絡を。わかった。ユクリータとアウロラが行方不明、誰がどうやって何の目的で。シャオ、緊急報告です。ブリギット、オペレーターが直々にとはどうしたんだい？つい先ほどの出来事です。情報部所属のアイカさんが突如消息を絶ちました。突如というのは？私がナビゲートしていたのですが、突然反応が消失したということです。周辺のパラメータやログは保存してありますが、類似事例はありません。わかった、こっちで集中的に追ってみよう。君は情報部へ連絡を回してくれ。以降同様の案件が報告された場合、同様に僕へ回すように。わかりました。アイカさん大丈夫でしょうか？大丈夫さ、彼女はダークファルスになっても戻ってきたぐらいの子だよ。ユクリータさんだけじゃなくてアイカちゃんまで。お、通じた。悪いな、ちょっと時間いいか。ああ、その通りだ。悪いニュースって言うべきだろうな。地球にいるエーテル能力者の一人が突然消息を絶ったとの連絡だ。エーテル能力者の一人って棺さんや氷さんですか？いや、シエラさんとの直接の面識はない。泉里奈って女性なんだが。泉里奈、カスラからの報告にあった地球におけるアプレンティスのよりしろか。エンガさん、残念ですがこちらには何も情報が入ってきていません。改めて
て調査してみますので、地球側でも捜索をお願いできますか？ああ、元よりそのつもりだ。いろいろと気な臭い感じがするからな。これで行方不明なのはユクリータにアウロラ、アイカ、そして地球人泉リナ。彼女たちに共通すること、それは そう、ダークファルスだったもの、アプレンティスのよりしろだったものだ。だけどリリーパの状況に変化はない。こちら側のアプレンティスは落ち着いたものだ。ということはオメガで何かが起きてるかな。でもこちら側への干渉度合い、なんだか今までと違う感じがする。二人とも気をつけて調査を進めてほしい。ガーディアンのような来訪者ですか？そのような報告は受けておりませんが、バルナ、あなたはどうですか？少なくともクエント国内においてそのような現象は確認されておりません。そうですか。ですが放ってもおけません。関係各所に連絡してそのような事例がなかったか再確認を。ハリエット様、どうした創造師。すみません。しかし火球の要件で見えられた方が。邪魔、どきなさい。この私が直接話してあげるわよ。誰だ貴様。口を慎みなさい。私を誰と心得てるの。あんたがクエント、ハリエットね。氷の女王とか呼ばれてるから来るのちょっと怖かったけど、なんだ、ただの小娘じゃない。そしてあんたが噂のガーディアン。あんたのせいよ。あんたのせいでうちの国はむちゃくちゃよ。なんとかしなさいよ、なんとか。落ち着いてください。まずあなたは何者なんですか？揃いも揃って無知も甘い。いいわ、耳の穴かっぽじってよく聞きなさい。私はマルガレータ・オブ・エピック、神国エピック唯一絶対の神王様よ。神王マルガレータ様。それってエピックって国の一番偉い人ってことですよね。そうよそうよ、敬いなさい敬いなさい。そんな偉い人がどうして友の一人もつけずにクエントの首都までいらっしゃってるんですか？それはガーディアン、何もかもあんたが悪いのよ。だってクエントにはさ、剣の巫女にガーディアンにって、ずるいじゃない、ずるいじゃない。だからうちにもガーディアンみたいなの呼びたいなって召喚術使ってみたら、ガーディアンみたいなのが4人も来たけど、なんかみんなおっかない感じで、あっという間に国乗っ取られた。国を乗っ取られたって、一体何がどうなったら国を乗っ取られるんですか？私が聞きたいくらいよ。こっちは民を避難させるのが精一杯、気づけば全員散らばって領土占有、私はやむなくクエント退避よ。4人ってもしかして。そもそも召喚術ってクエント発祥の技術でしょ。責任取って何とかしなさいよ。あのマルガレータ様、確認したいのですが、御身にてエフィメラをお使いになったのですか？エフィメラ、あの気味悪い花、使うわけないでしょ、あんな気味悪いの。呼ばれた奴らは使ってたかも。あ、そういえばクエントはあの不気味花の排除を訴えてたわね。国が元に戻った暁にはエフィメラ廃棄条約に調印してあげる。
それならどう？どうと申されましても。ああもう何でもいいから誰か何とかして。いかがいたしますかハリウッド様。エフィメラが関係しているとなれば放っておくわけにはいきません。それに何か気の毒ですし。はあ。ガーディアン、シエラさん、エピックの様子を見に行くのですが同行をお願いできますか。はい、それはもちろんです。私たちにも関係ありそうですし。Sorry.